スレにこんな大きなお屋敷があるなんて知らなかった。多分ここは人通りが少ないから今まで取り壊されずに残ってたんじゃないかな。見るからにボロボロ。台風なんか来たら崩れそうだし、確かにこれは早く取り壊した方がいいかも。解体工事は1週間後に行われるそうだよ。あ、私です。現場監督さんですよね。父がいつもお世話になってます。はい、では早速準備に入らせていただきます。伊吹さん、その手に持っているものは何？これはお米とお塩だよ。食べるの？腹が減ってはなんとやら的な。そんなわけないでしょ。土地の神様に感謝を込めてお供えするのよ。それからもう一つ。あ、しまった、お酒持ってくるの忘れちゃった。え、飲むの？さすがに私たち未成年だし飲酒はまずいんじゃ。だから飲むわけないでしょ。おみきよ、お供えに使うに決まってるじゃない。すみません、ありがとうございます。監督さんが戻ってくる前にできるだけ準備を進めておこっか。はっ、どうしたの、さきちゃん。今2階の窓から誰かがこちらを見ていたような。え、気のせいでしょ。ここずっと空き家だって言ってたよ。そうだよ、多分何かと見間違えたんじゃない。今の音はお屋敷の中から聞こえてきた。もしかして誰かが勝手に住んでるとか。いや、お父さんが一度昼間に下見に来てるんだけど、その時は誰もいなかったって言ってた。警察に通報した方が良くない？まだ人がいるって確認したわけじゃないし、警察に通報するのは少し調べてからにしよう。玄関、鍵がかかっているみたい。窓も裏口も全部封鎖されてるみたいね。じゃあさっきさきちゃんが見たっていうのは。やめようよ、私こういうの本当にダメなんだって。いやー、どうしたの、トア。服の中になんか入ってきた。取って、誰か取って。ちょ、落ち着きなさい。とは暴れたら取れないでしょ。動いてる動いてる。いやー、トアさんがお屋敷の中に入っちゃった。きっとぶつかった拍子に鍵が壊れたのね。追いかけましょう。ちょっと待って。ねえ、一人にしないで。